もう何日も足の痛みはこれ飲まず食わずで森の中を寒い続けている。だが俺にはやらねばなることがあるのだ。7度目の試練が。ああ、7つの試練なんて馬鹿げたものだ。馬鹿げたとは愚か者め。なぜいつもそのように突然私を堕落するのですか。おめは言った下手のように文句ばかり言っている。何日もだと。おめはまだ1時間も歩いておらん。飲まず食わずとな。おめは自分の食料を携せている。わしはおめの狂い飛ばしておるだ。行け、7つ目の試練に臨むものだ。はい、マスター。はい、マスター。俺がどうやって前の試練の通り抜けたをしたら、マスターはさぞ驚くだろう。はじめの試練は最も過酷だった。すべての雑念を解くのだ。行かないで。こうして私は最愛の妻の元を去った。せめったものを慰めによれば、こんなものを持ってきた。次なる試練は素早さを試された。素手で魚を取れるんだ。これは思ったより大変なことだった。マスター、捕まえました。ほんと素早さを持って走る速い俺やろ。空手キットにできることが俺にできぬはずがない。もっと思ったのだが、第4の試練は一日中片足立ちをすることだった。マスター、もうダメです。そんなことはない。忍耐と強い精神こそが大事なのだ。私に見えると思っているのか。第5の試練は思い出したくもない。お前の剣さばきを見せてもらおう。気をつけろ。何をする、この化け物が。気力よくせ。お前には向いておらん。第6の試練は素手で言った終わることで力を試された。あれ、はい、目標はもう目の前だ。俺は今最後の試練に立ったされている。このどこかには抜いたいなるパワーペンが潜んでいるはずだ。この森の中で修行を積んでいると聞いた。どこだ。出てこい。俺と戦うのだ。
前があのパーペンか。ただのいいものじゃないか。おやすごいオーラ。ここは俺のやり方で肩をつけようじゃないか。私はついに成し遂げました。マスター、あなたは？そうだ、わしじゃ。それでは全てをご存知ですね。そうだ。おめはわらじやってっからとわずに落ちてくった。わらじやもぴったこのうちだ。おめはすべの知らんに落ちてくったのだ。ありがとうございます、マスター。それでは、君はこの道で生きる覚悟はできたか？契約を？そのようなことは聞いておりません。とんでもない。おっさらは。どこへ行くのだ。待って。もっとで来い。この愚か者め。長男か、ワッコの長か。